Welcome to TGK Light Up TV! ということでね、ちょっと期間空きましたね。すいません。もろもろのね、企画は目標達成してからババッと、やりますので、ちょっと待っといてください。はい。ということでね、今回は久しぶりに取材に行ってきますよ。今回初ですね、女子の、サッカースクールに、取材に行きたいなと思います。で、TGK も女子のスクール、女子だけのサッカースクールっていうのはタイでもやってたことありますし、あとは、まあ、女の子はいっぱいいるね、サッカースクールにも関わらせていただいたことあるんですけど、やっぱり、チームでね、女子のチームっていうのは少ない中で、男の子の中でプレーしてる女子もたくさんいるわけですね。で、そういった子たちが、まあ、女子のスクールに来れば、同じね、女の子たちと一緒にボール蹴れるっていうのはすごくいい機会だと思うので、今回はそういったスクールをやられてあるところにですね、ちょっと密着取材して、どんな感じで練習してんのかなとか、そこの女の子たちにインタビューとかしてみたいなと思います。では行ってみましょう。レッツゴー。そしたら、スクール終わったんでインタビューしていきたいんですけれども、まずはサッカーを始めたきっかけを教えてください。友達に誘われて楽しそうだから始めました。何年生から始めてますか？ちなみに、小1です。小1年生、普段はどんなチームでプレーしてますか？近くの小学校で、そのこのチームでしてます。男子のチーム？はい、男子と一緒です。なるほど。スクール、ここのスクールに来て、自分にとってこのスクールはどんな場所ですか？
やっぱり新しいことを学べるし、自分のできてないところなどをコーチから教えてもらえるところがいいなと思ってます。スクールの楽しいところ、好きなところ教えてください。女子だけの楽しみがあって、すごい点を決めた時じゃなくて、やっぱり休みの時とかもすごい話して、すごい楽しい雰囲気がすごいいい感じで、じゃあ樋口コーチってどんなコーチですか？たまにふざけるんですけど、うんうん、サッカー教えてくれる時はとても詳しく教えてくれるので、分かりやすい説明をしてくれるコーチです。全然関係ないんだけど、男子のチームでプレーしてて、なんかここまあいいポイントかなとか、ここなんかちょっと嫌だなとか、なんか女子が男子チームでプレーするあるあるみたいなのある？なんかすごい自分体が大きい顔で、すごい細い男の子と当たったら、なんかすごい嫌がれるから、ちょっとみたいな、1対1するときにすごい。あれみたいな、誰もやってくれないから、ちょっと気使う感じね。なるほど、分かる。なるほどね。分かりました。スクールちょっと興味あるよっていう子に向けて、ちょっと最後一言だけいただいていいですか？すごい、怖がらなくてもいいし、女子だけだから、すごい楽しめると思うので、ぜひ来てみてください。素晴らしい。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。このスクールの活動日、はい、女子のスクールの活動日からまず教えていただいていいですか？このスクールはですね、パシフィックさんが主催でやられてて、水曜日とで今日の、金曜日、週2回行ってます。どのぐらいの年代の子がいるか教えてください。私が担当している、金曜日に関しては、小学4年生から、中学3年生まで、幅広いんですけど来てもらってます。スクールに通われてる女の子たちは、どういったチームに所属してる子が多いですか？それぞれバラバラですけれども、小学生に関しては4種の男子の少年チームに所属している子たちがほぼ、来ていただいてますし、中学生に関しては中学生の中の、男子のクラブチームだったり、在籍している中学校の部活動だったりでプレーしている子たちが来てくれています。スクールで指導される際にこう心がけていることだったりとか、こういうことをこう主に伝えたいっていう思いとかっていうのは何かありますか？そうですね、まずは、サッカーを楽しんでもらいたいなっていうところが、一番にあってですね。その次にやっぱこう自分のプレーを成功させるために、まだまだそのボール技術のトレーニングだったり、もしくは、判断だったり、今主に練習してるんですけども、受ける前の準備だったりっていうところ、いろんなことをこう、バランスよく指導して、そして、今までできなかったプレーが、ピッチの中で今後できていけるような選手になってほしいなと思って指導しています。このスクールの特徴とかって何かありますか？そうですね、毎回のトレーニングに、私の方から、事前にテーマのトレーニングメニューというものを、配信して、でそのトレーニングの、選手の個人的な考え意図を持って、でいざこうトレーニングに挑んでいく、チャレンジしていくっていうところで、選手もやっぱりこう考えてプレーしているなっていうのは分かりますし、でその考えを尊重しながら、否定ではなくて、少しこうアドバイスをしてあげることによって、選手たちが考えてきたプラスアルファのことを学んで帰ってもらえるようなスクールにしていきたいな、しているっていうところがこのスクールの特徴かなと思います。今例えば男子のチームとか、女子のチームとかでサッカーされてて、スクールでのトレーニングを検討されてる方に向けて最後に一言いただいてもよろしいですか？そうですね、少年時代だったら男子の中で女子の選手が輝くっていうことはできるとは思いますが、やはりこう中学生に上がっていくと
ぱりこうフィジカルスピードっていうところで日頃できてたプレーができなくなったり、あとやっぱりこう思春期にも入っていくと男性女性っていうところから本当にこう少年時代一生懸命やれてたプレーヤーが徐々にやれなくなっていくっていう現状がある中で、特に女子の選手に対してですけれども、やはりこう自分が思いっきりプレーできるような場所をここでは提供していきたいですし、まあ、自分自身も、まあ、例えば男子に負けないように遠慮せずにプレーをしてほしいなっていうのは常日頃思っています。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ということでね、行ってきたわけなんですけれども、やっぱりね、女子だけの空間、サッカーをする空間っていいなって思いましたね。やっぱり男子と一緒にやってると、例えば小学生年代とかだったら結構女子の方が成長スピードが早かったりとかもするので、体格的にね、こう思いっきりやれないとか、逆にこう男子の方がね強くてパワーが強くて負けちゃうとかっていう子も多分いると思うんですけど、まあ、女子とかとね一緒にやると、まあ気兼ねなくじゃないですけど、自分の持ってる力を 100% 出し切りながらも、まあ、いろんな練習ができるっていうのはすごくやっぱりいい環境だし、あとはやっぱ話せる、こういろんな話ができるっていうのはやっぱ楽しいなって見てて思いましたね。こう和気あいあいとしながらも、こう一生懸命プレーに対して貪欲に、こうもっと上手くなりたいっていうような雰囲気がすごく伝わって、で指導者の、樋口コーチの指導っていうのがものすごく分かりやすかった。見てて私もすごい勉強になりましたね。あ、こういう風に伝えたらこう選手たちにこう理解してもらえるんだなとか、そういった声かけの部分でもすごく勉強になりました。はい、なんでもしね、福岡県で、サッカー女子だけでねプレーできる場所を探してる人っていうのはぜひね一回、体験など行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、次回の TGK ライトアップ TV はおそらく、女子サッカーをゴールキーパーから盛り上げるプロジェクト第4弾、お送りできるかなと思いますので、楽しみにしておいてください。はい、それではこのチャンネルいいなと思った方はチャンネル登録といいねとコメントもぜひぜひお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!